こんにちは、まつきです。私の自己紹介した方がいいかな。一応しよう。岡山県出身で、岡山からは18の時にちょっと東京に上京したんですけど、一応タレントの活動をさせてもらって頑張りますね。ちょっともうちょっと頑張るんですけど、タレントとして頑張らさせてもらってるんですが、私その高校生までしかこういなかったので、岡山出身で岡山のこと大好きって言ってもあんまりこうね、岡山のなんか人気なグルメとかには結構疎くて、毎回東京の友達になんか岡山行った時になんか美味しいもんとか美味しい飲み屋とか知らんとか言われても結構わかんないんですよ。でそう、恥ずかしいことわかんなくて、なのでこの動画を通して岡山のそのなんだろう、人気なグルメとかを送ってもらって、お土産を東京に届けてもらい、そちらをレビューするという形になります。まあちょっとうまくいくかわからんけども、なんかあんまお堅いレビューがちょっと苦手なんですよ、私。なので、まあ私流というか、まあ松木流に、ラフにやっていこうかなと思います。で、今日ももう早速届いております。ありがとうございます。もういいかな？開けちゃっても。よし！こちら、何にも書いてない。ちょっと、言ったら申し訳ないですけど、地味な箱に地味な箱で来ました。ちょっと開けますね。なんだろう、わー、見てー、門限バナナだ。ちょっとこれね、私食べてみたかったんよ、マジで。門限バナナすごい、なんか岡山ですごい美味しいバナナがあるよねって東京の人に、岡山出身ですって言うと言われるんよ、私。で、段ボールと同時にこう手紙もついとったんよ、これ。松木里奈様、ちょっと開けたいと思います。全力松木様、今回のミオはモンゲーバナナです。モンゲーとは岡山弁ですごいという意味ですが、そう、私使わんのんだけどな、モンゲーって。これ使ってる人おるんかな、私思うよ、マジで。なんかデーレーとかオッケーとかは言うけど、モンゲーっていう人いんのかな、申し訳ない。このバナナ何がすごいのかというと、純国産で岡山生まれ岡山育ち。日本で売られているバナナのほとんどは輸入品で、国産のバナナといえばこれまでは沖縄県や鹿児島県など温暖な気候の地域でしか栽培できませんでした。しかしこのバナナは真冬でも収穫できます。すげえ。さらにこのバナナ、なんと無農薬で栽培されているため皮ごと食べられるんです。すごいよね。通信、ちなみにモンゲーバナナは1本750円。750円すんのこいつ、すごい。750円のバナナってもう高級品じゃない、すごいね。食べ頃はシュガースポットと呼ばれる茶色の星が多く現れた時です。茶色の星、茶色くなったらか、星ってちょっとかっこつけてるけど、輪切りにしてた皮ごとお召し上がりください。なるほどね、輪切りなんだ。輪切りか。ちょ、私はなんか思い切って皮ごとこうガリって、やっぱバナナはこう食べるもんだと思うから、このちょ手紙無視して輪切りはしません。はい。星がね、星とは言えぬ星の茶色い星が食べ頃らしいんで。じゃあちょっといいかな、食べちゃっていい、皮ごと。いただきます。うん、え、すごい、なにこれ、柔らか皮、すごい、あんま、すごい、なんか美味しい。なんだろう、じゃ皮だけ食べていいかな。食べれるわ、全然苦くないんだけど。え、美味しい。ちょっとこれだけも食べたい、中の。おおおおお、うまっ、超美味しい。え、モンゲーバナナの特徴っていうのがあって、モンゲーバナナは凍結解凍覚醒法、何それ、むずくない？
寒い環境でも生き抜く力を刺激することでバナナの免疫力を高める栽培方法です強くない？なんかこのモンゲーバナナ。バナナを食べる害虫は熱帯に多く生息しており、寒い地域では生息できません。そう、バナナが虫害に合わないから無農薬で栽培が可能ってなってますね。甘い、マジ甘い。でもこのモンゲーバナナは結構あれだよね、人で例えると私みたいな、結構マスキーナーはモンゲーバナナみたいなとこあるんですよ。やっぱこいつは寒いところ、まあ、ちょっとね、厳しい環境にもいっぱい揉まれているという、私も東京に来て、岡山から東京に来ていっぱい揉まれてきました。そしてこのなんかね、もう最初はね、かわいいかわいいみたいなキャラでやつなんですけども、疲れてこういろいろ揉まれて、こういうなんかラフな感じになりました。まあ似てます、そこ似てますね。そして私は東京の外にね、汚染されてないので、やっぱ無農薬の女ということで、やっぱ本気でバナナと似てるとこあります。そしてバナナはやっぱりあの手に取りやすいね、親しみやすい。私もね、割と親しみやすさは自信があります。つまりボンゲーバナナと一緒、つまりマスキリナイコールボンゲーバナナで、こいつはもう私ですと思って私はこれからいろんな人にこれ私なんですよってプレゼントしたいなと思います。なんか1回目の放送なんか良かった、ボンゲーバナナで、なんか私とボンゲーバナナのすごい親しいところを見つけれたかな。でも視聴者の人にはなんか岡山のね、このなんか紹介、すごい美味しいものが紹介しつつ、なんか私のことも、まあ、岡山の人もね、多分私のこと知らない人いっぱいいると思うんで、ちょっとモンゲーバナナみたいに言っても分かんない人もいると思うんで、これからちょっと松木の良さも知ってもらえたら嬉しいです。以上、モンゲーバナナ。